家までこう送り迎え付きであれば、はい、隣でこうこうやっ て, って こうやってもいいですからね。あ、確かに一人で。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。ドライブデートってなんかいいですよね。やっぱりいいですよね。案内人の M です。だらだら喋る時間が好きです。カメラマンダブルです。はい、ということで4月1日でございます、はい、昨日の動画に引き続きこちら私たちおりますのは桜つづみ公園。はい、桜つづみ公園ですね。はい、何やってるかっていうと、ここ私たち見てるのがセレナから、セレナのシートアレンジでダブルさんが好きなやつから桜を見ております。ペア長も一緒に来ております。はい、私たちがやっております3万人達成目前企画ということで、ツイッターのリツイート、引用リツイートでですね、企画を送っていただくとそこから採用された方に必ずプレゼントしてますよというのがあるんですよ。はい、詳しくはこちらの動画で概要欄に入れております。はい、そしてまだ3万人多分達成していないんですけれども、もう私たちネタが限界なので採用していきます。はい、採用第1弾今日見ていくのはツイッターのユーザーネームがイフさん。はい、あ、イフさん、あれ採用2つ目、あ、もう確定、確定、昨日確定した中にもですね、イフさん投稿していただいたのあったんですけど、あの1人で何個もリツイートして企画応募していただいている方もいらっしゃいます。もちろんそれもありです。そしてまだ応募受け付けております。で、そのイフさんがツイートしてくれた今日のこの企画は何でしたか。理想のドライブデート in 福島。はい、理想のドライブデートハート in 福島です。はい、ということで、ちょっと今日はですね、これから理想のドライブデートをやるというよりは、私とダブルさんとでちょっと理想のドライブデートってじゃあ福島でどこ行ったらいいんだっていうのを検討しましょうという、そんなイメージとなっております。では、なんかでもこれドライブデートってあの私が行きたいとこ言ってもしょうがないなって思ってるんですよ。あ、そうですか。そうですよ。なんかまずはダブルさんがいやドライブデートするんだったらここ行きたいよねっていうのをちょっと教えてほしいんです。海。海、ダブルさん海好きですね。海大好き。でも福島ってなんか海、まあ日本海側には福島の海ってないんですけど、太平洋側は結構広い、幅広くありますが、はい、特にどこがいいみたいなのあります。夏休みの動画で行った、はい、行きましたね、エクストレイルで、はい、去年の夏休み行った、はい、いわきの、はい、なんとか海岸。なんとか海岸、私てっきり三崎公園っていうのかと思ったんですけど、あの下です。あー、三崎公園の下の松下海岸かな、それだ。はい、こちら、はい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 、ここですね。あー、はい、ここですね。はい、ここ良かったですよね。はい、はい、福島県のいわき市にあるこの辺が三崎公園というんですけど、さらにここにある松下海岸ですね。はい、いいですね。いいです。松下海岸に行って何するんですか。とりあえずこう海を見て、はい、綺麗だねって。ああ、綺麗だねっていう。はい、ダラダラと喋って。海を眺めながらダラダラと、はい、まあでもいいですよね。はい。はい、まあでもその前に、あ、その前にお昼ご飯どっかで適当に食べて、おお、はい。近くのアクアマリン福島に。アクアマリン福島いいですね、はい、すぐ近くですね、はい、はい、水族館デートをし、水族館デートしで、ちょっとこう夕方くらいとかに海岸に行き、はい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 、夕日を眺めながら、うん、あはは、おほほと語り合うんですね、はい、ダブルさんの理想のドライブデートは、はい、とりあえずアクアマリン福島で魚見て、はい、ご飯適当でいいんですか。ご飯は海鮮。海鮮。でもこれって、まあ、デートとしてはまあいいでしょう。はい。ドライブデートですよ。そっか。ドライブデート。そしたらあれだ。スカイライン。おお、バンダイスマスカイライン、はい。私も大好きですけど、例えばここ福島市をスタートするんだったら、まあいわき市まで行くのをドライブデートとしては、まあドライブは存分に楽しめるなと思うんですよね。はい、でその途中でアクアマリンにも行き、松下海岸に行き。そしてバンダースマスカイラインにそれはいけないから、はい、なんかちょっとこうコースにしたいなって思ってるんですよね。ほうほうほう。そうですね、あの
まあ、でもここ目的地としてアクアマリン福島もいいでしょう。でなんか松下海岸もなんかいいでしょう。さらに他もなんかこの付近というか福島市からこのいわき市まで行くその間とかでなんかこの辺も行きたいな、ドライブしたいなみたいなのってあるといいなと思うんですよね。ない。福島からいわきの間には何もない。ない何もない。いやそんなわけは、まあでもそうですね、なんかいわき市に行くとしたらっていうかこの近辺行くとするとドライブデートというか、まあ、ドライブデートなんですけど、去年私たちがやった夏休み企画のルート、あれそのまんまでいいんじゃねってちょっと思っちゃうんですよ、ね、あー確かに。あの時はスタート最初のポイントは高速道路でずっと行って、あれですね、いわきの内郷白水河川道路、はい、川をエクストレイルで渡ったんですけれど、なんかそんなところも行きつつ三崎公園に行って、まあ、その前にアクアマリン福島行ってもいいですけどね、アクアマリン福島行って適当にご飯を食べて、はい、松下公園で夕日が落ちるまでだらだらと眺めて過ごす、はい、でもドライブデートってなんか夜になったらバイバイじゃないですよね。なるほど。なんかその後もどっか行きましょうよ。暗くなったね。じゃあ帰るか。解散。解散。現地解散。現地解散か、ハードだな。夜のこう眺められるスポットって、私もでもいわき市詳しくないんですよね。うん、三崎公園。はい、で多分夜もあ多分駐車場とか空いてるんじゃないですか。確かに駐車場は空いてそう。だから星空、あそのまま星空を眺めて、あまりもいいかもしれません、はい、これがダブルの理想のドライブデート、ハートイン福島。はい、ちょっと海じゃない方も攻めたいなと思うんですけど、はい、もうこれ1案2案山か山か。あ、まあ山、さっきバンダーズマスカイラインっていうのを言ってくれましたけれど、はい、大丈夫ですかバンダーズマスカイライン。はい、からちょっと、はい、遅めに集合して、ほう、スカイラインを登り、はい、てっぺんで星を見る。あ、星を見る、はい、これがダブルの理想の。まあ、そうですね、あのバンダーズマスカイライン星を見るスポットとしても結構あの有名 でまだ4月は、冬季閉鎖中かな、で5月ぐらいから開通するんですけど、そうすると夜も行けるんですよね。夜バンダーズマスカイライン頂上のあの浄土平レストハウスですかね、あの辺で車を止めていただいて星を眺めるっていうのめっちゃありだと思います。じゃあ、はい、それあの出るの遅いんで、はい、若い男女がドライブデートをするって言ったらもうちょっと朝早いとこから動きましょうよ。はい、なんで嫌そうなんですかそんなに。なんでそんな嫌そうなんですか。いいなと思うんですよ、あの私もバンダーズマスカイラインであの星を眺めるってなんかいいなって思うんですけれど、せっかくならもうちょっとこう早く出ていただいてですね、はい、バンダーズマスカイラインに行く前に裏バンダイエリアとかで遊んでいただいてもいいし。なるほどなるほど。私あの好きなのは裏磐梯のですね五色沼と呼ばれるところで、ね、ボートに乗れるんですよ、手漕ぎボートに。毘沙門沼かな、これかな、あそう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 、こういうところ、あそう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 、こういうところですよ。こういうところでですね、あの手漕ぎボート、はい、ありますので、こちらに行っていただいて、ここでボートでこう2人で漕いでもらって、でここからあの磐梯山もなんか眺められますんで、なんかそんなことしていただいたりとか、はい、さらに朝早く出るんだったら、あの朝一に出発して、で会津の方に行っていただいて、であの七日町通りって知ってます？はい、会津のなんて言うんでしょうね、ちょっとお店がつらつらとある、うん、あの通りがあるんですけれど、結構おしゃれなカフェとか、あとはおしゃれなハンバーガー屋さんとか、おしゃれなカフェに帰るんですね。あのあとは食べ歩きとかいろいろできるところがあるんですね。で七日町通りをちょっと朝午前中に行って散策して、でお昼ご飯もそこで食べて、そこから裏磐梯エリアに行って、五色沼でボートを漕いでキャッキャウフフして、そこから
バンダイ東スカイラインの方に行って東小富士でちょっと薄暗くなるまでこうトレッキングしていただいてで夜を待って、あ、晩ご飯が抜けた。晩ご飯はまあレストハウスでも食べられないことないんですけど、晩ご飯どうしましょうね、なんか持ってきた方がいいかな。あ、唐揚げ棒とか。あ、唐揚げ棒とか買って持ってきといて、はい、なるほど、唐揚げ棒なんですね、はい、なんか W さんのこの理想のデートっていうのが私よく分かんなくなってきたんですけどメンズライクですかね、ちょっとはい、唐揚げ棒をむさぼりながら、はい、まだ明るいなって言いながら唐揚げ棒食べて、もう暗くなってきた、よし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 って言って星を眺めてもらう、はい、まあいいなと思いますよ。家までこう送り迎え付きであれば、はい、隣でこうこうやってこうやってもいいですからね。あ、確かに一人でそうやってあれですか、あの男が運転してきてその隣で女の子がプシュッ唐揚げ棒食いながらうめえなんだろうな、その理想像ってちょっと私違うんじゃないかなって思うんですけど、いや、ある種の理想形かもしれないんですけど、なんか違う気がします。ああ私、そうか、いやちょっといいな、うん、いいな、うん、いやある意味私もやりたいけど、それはあの私がプシュッてやる側になりたいですね逆の立場でどうなんですかそれはごめんって言って、プシュッ帰り頼むわ女の子が送り迎えしてくれるんですねその場合はねそっか、いやいいですけど、まあなるほど、いやっていう、どうなんですかこれ、あのちょっと待ってくださいね、今回のこの打ち合わせを踏まえた上で実際にじゃあそのドライブコースやってみましょうっていう企画にしようかと思ってたんですよ。なるほど、はい、最後はプシュッ、あ、何ごめんあと家まで頼むわって、あの会社に置いていきますからねはい、うん、いいでしょう、はい、それでそれはそれで、いやでも、あ、まあなんかそんなコースでもいいのかもしれませんけども、七日町通りを散策して、はい、日産 YouTube チャンネル日産の車紹介しないで悔やる気してんなっていう、まあそれはそれでいいかもしれませんちょっと W さんとボート漕いでると各方面から怒られそうなのでそうですか、ちょっとそれは避けたいなと思うんですけれど、まあでもなんかそういうコースを走っていただくとなんかいいですねっていうご紹介もできたり、まあ、ちょっとこれでももう少しコースは練る必要はあるんじゃないかなと思いますが、まあ今回ですね、いいんですかこんなのでご提案していただいたIFさん IF さんかもしれませんけども、これが私とダブルさんの理想のドライブコースだ、飯は何だっていいんだと、とにかく海を眺めながら夜を待って、飯は何だっていいんだと、とりあえず唐揚げ棒片手にプシュってやりながらバンダースマスカイラインのてっぺんで星を眺めると、なんかとりあえず星見れば終わりよければ全てよしっていう、そんな、ね、そんなイメージでよろしいですか。あの見るものさえ素敵であれば、あ、その他のこの経験は特にいいんだと分かりました。あの参考にならない2人のドライブデートコースだったんですけれども、よろしかったでしょうか。はい、こんな感じですね。ちょっとでもこれですね、実際じゃあちゃんと計画をして走ってみて、その時間感覚とか、あと最後星を見るところまで本当にやるのかとか、そんなところですね、ちょっと企画して走ってみたいなとちょっと思っておりますので、こちらの動画もお楽しみに。公開はしばらく先になるかもしれませんが、はい、やりたいなと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。ということで今回はですね、3万人企画の中で募集いただいた理想のドライブデートハートマークはイン福島ダブルさんとお話をしてくるだけの動画となりましたけれど、いかがだったでしょうか。明日以降もですね、こんな感じで検証動画とかもちゃんとやりますけれども、企画を投稿していただいた中からちょっといろいろ採用してお話をしていきたいなと思っております。お話じゃないですね、いろいろやっていきたいなと思ってます。喋るだけじゃありません、ちゃんとやります。はい、やっていきたいなと思っておりますので、お楽しみに。そして4月1日からこんなゆるゆる動画でやっていったわけなんですけれども、どうだったでしょうか。今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してほしいなと思います。あとは3万人企画まだまだ募集しておりますので、ぜひ概要欄からリツイートまたは引用リツイートで企画のご応募もお待ちしてます。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画と花見いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。
ではまた。